月の13日金曜日13時11分です。こんにちは。はい、曇りの予報でしたが、あいにくのお天気、雨が降ってまいりました。まあいいでしょう、これぐらいのお天気の方が眩しくなくていいかなみたいな、そんなこともないでしょうか。今からですね、阪神高速4号湾岸線全区画ご紹介するとともに、久しぶりに関西空港の方渡ります。橋の方撮影していきたいと思います。まあ、橋は行き帰りね、撮影しようかと思ってます。現在地点が阪神高速5号湾岸線、神戸の方から大阪の方に向かってます。阪神高速5号湾岸線、まず北港ジャンクションというのがございます。この北港ジャンクション、ユニバーサルシティはユニバーサルスタジオジャパンに降りていく出口、そして2025年の大阪万博予定地の舞島の方に降りていくのが、湾岸舞島という出口。はい、北港ジャンクションくぐりました。左側から上がってくるのが、淀川左岸線であったり、あと島屋入口から入ってくるところですね。ございました。5号湾岸線はもう間もなく終わります。もう間もなくというか、まだちょっと南港ぐらいまで続くんですけども、北港ジャンクション越えてしばらく行くと天保山ジャンクションというのがございます。看板見えてまいりました。 500m 先、天保山ジャンクションは左手に取りますと大阪市内16号大阪高専ということになっております。まあ、天保山出口降りられて海遊館とか行かれるのもいいかと思いますが、今日はそちらの16号大阪高専の方には行きません。4号湾岸線、道路の地面の方に泉佐野と、ちょっと汚い消えかかってるんですけど、泉佐野と書いておりました。天保山ジャンクションは右側に取りました。もうここからみたいですね。5号湾岸線あそこでさよならということで、ここから4号湾岸線南港北通って泉佐野、そして、まあ、臨空ジャンクションがあるんですけれども、泉佐野南を越えて終点まで行きますと臨空ジャンクションということで、関空道というのに入ります。まあ、いずれにせよ関空道です。二股に分かれるんですが、関西空港に入っていくための関空道と、泉佐野ジャンクションそちらの方から阪和道の方に入っていく関空道と右左に分かれます。今日はちょっと関空の方に入っていきますので、まあ、あいにくの天気ですが、関空の中少しだけ撮影して、折り返しまた帰り道少しだけお伝えいたします。ちょっとね、あと40キロぐらいあるんで40分ぐらいかかりますので、この南港の港大橋ですね、港大橋これを渡り終えて南港北越えたあたりで一旦2倍速に切り替えましょうか。阪神高速の、ね、4号湾岸線全区間お知らせお伝えするということなので、高速でやってもいいんですが、まあ、関空をさっさと見ないよっていうこともあるでしょうから、ちょっと4号の湾岸線はしょっちゅう、ね、撮影してお伝えしてくるんで2倍速にさせていただこうかと思っております。はい、ひこひこ言ってますけれども、
本日の車両、いすゞの大型トラックでございます。本日はトレーラーではございません、走行距離107万1352キロ走ってございます。本日も3回転目なんですよね。1回転目は、国道423号線で箕面整備の方に向けて行って亀岡の方に行くっていう一般道をお伝えした動画です。2本目はちょっとボツにしようかと思ってます。投稿しますが3日ぐらい限定で、すぐに非公開にするかと思いますが、六甲有料道路久しぶりに降りてきました。撮影しました。まあ その中でちょっと路上駐車とかがいてね、マナーが悪いなと、もうそれに関して積極臭いこと言ってしまったので、ちょっとお聞き苦しいかなと思いますから、3日間限定とか、まあそういった形で すぐに非公開にさせていただきます。で、本日3本目の動画、こちらの動画が3本目ということになります。はい、では一旦2倍速変えます。2倍速でお伝えいたします。阪神高速4号湾岸線泉佐野関空方面行き、制限速度80キロです。左手に南港中出口、南港中出口、左手に出られて大分市の右に行かれますとミニターミナルがございます。南港には、その南港のミニターミナルと、一つ橋渡りまして、中野目の橋渡りまして、中野目の2カ所あるんですけど、今間違えないようにご注意ください。南港南を右手に行きますと、姿が昔になってまして、右側をして、カモメ人というところに行く、その先にあるのがカモメフェリーのですね。この辺り、出口ございませんが、南港南の辺りです。南港中は出口がありましたけれども、入り口がありません。そして、この先左手ご覧ください。南港南は出口ございませんが、入り口がございます。南港南、入口公園左手です。南港南、入り口、合流です。13時19分三本まで2キロ、大浜まで4キロです。看板の方をご覧ください。三本は三本出口のみならず三本ジャンクションとなっておりまして、6号大和川線から松原方面に出られます。中央環状線、市原田、近畿道、大島、阪和道、松原ジャンクション、そして市名阪道、奈良方面ですね、ご利用いただきます。三号ジャンクション、ご利用の方は一番左車線です。三号ジャンクション、左で一番左車線をご利用ください。三号ジャンクション、一番左です。13時22分です。三宝ジャンクションからの合流です。三宝の次が大浜、大浜インターです。出口、入り口両方ございます。大浜インターからは阪線、阪神高速15号阪線に乗り継ぎからできます。大浜インター出口、13時23分です。大浜インター入り口合流、出島1キロ、浜寺4キロ、泉佐野25キロとなっております。出島出口は渋滞にご注意ください。出島出口、13時24分。
関空まで30分と書いてございました。
和田秋田は入り口もございます。西和田秋田インター入り口がもう間もなくです。最長の中に西和田秋田インター入り口、和田南2キロ、貝塚4キロ、泉さんの11キロとなっております。終点となってございます。泉佐野出口を越えますと関空道という道路に入りまして、まだ別料金かかってまいります。ご注意ください。
さの南出口、こちらを越えますと別料金がかかります。ご注意ください。久さの南出口、14時44分です。3750m です。 3750m、 スカイゲートブリッジ R。 R って何でしょうね。何の R か分かりません。
貨物ターミナルとかでございますが、あ、きついな。あの軽自動車かなんかが出るの失敗したんでしょうね。閉鎖されたので一番右に来ないといけませんでした。帰りまたご案内いたします。国内貨物、はい、帰りまたお会いしましょう。はい、皆様帰り道です。14時34分今から会社の方に向かって大阪市内向きで帰っていきます。帰っていきますが、あの関空 の、 あのスカイゲートブリッジ R っていうやつ、あれの帰り道を移して、阪神高速4号湾岸線泉佐野のあたりまででやめたいと思います。35分、あ、もう会社帰ったらどうだろう、3時半までには帰れるか。3時半までに会社帰って着替えてなんやかんやして家に4時に着きゃいいかな。もうちょっと早く帰りたかったな。欲しいんですよね、関空の中よく迷子になります。まもなく斜め左方向です。まあ、迷子になるといっても、あの出るの失敗したらもう一回あのぐるっと回ってくればいいんですけれども、うまいこと言ったな。新しいルートでご案内します。たまにしか来ないと間違えたら何回も何回もぐるぐる回っていつまでも出れないみたいなことになるんですけど、はい、連絡橋市内って書いてますからね。次行きます。旅客ターミナルの方に行ってしまうと、あのちょっと場違い感が、そんなところにトラックが行くと場違い感がすごく出てしまうのでやめていきます。まもなく有料道路入り口です。制限速度ここから80キロということです。関空道と書いてますね。工事中なので80キロだったんですが、また60キロに戻されました。300メーター先右へと書いてます。本来工事してなければここはあの80キロなんでね、今日はたまたま工事してまして60キロに落としてくるということです。1車線だけかな、2車線やるのかってちょっと分かりにくいね。何も工事してるの、
この橋なんですけれども、もう帰り道はちょっと違うんですけれども、反対側の方ですね、2018年9月やったかな、台風で大型タンカーがぶち当たって橋ちょっと潰れたんですよね。それでしばらく何ヶ月か通行止めになって、何ヶ月半年ぐらいかな、通行止めになって、これ片側3車線3車線じゃないですか。もうこれをだから関空に入っていく方の3車線潰れてるから、途中で真ん中でこちら側の帰り道の方に引き込まれて、で帰り道1車線で関空に入っていくの2車線みたいな、そんなことでなんか許可を受けた車両だけ入れるみたいな、そんなんでしばらくやり過ごしてましたけど、大阪湾なんか内海なんでね、地震が来ようが台風が来ようが外の海に面してないので、まあ、津波みたいなのは来ないと、まあ、何十年とそうやって平和だったんですが、ちょっとあまりにもでかい台風が来てしまって、大型タンカーが流されて橋にぶち当たるという、そんなこともありましたし、六甲の方のコンテナヤードかな、あれはコンテナが崩れたりとか、カントリーといったクレーンみたいなやつとか、あんなんか倒れたりしてました。およそ1キロ先、分岐を左方向です。なんだっけ、スカイゲートブリッジ R でしたっけ、ね、3750メーターだったかな。ちょっといらん話をしてて読み上げるの忘れてたかもしれませんが、これ帰り道です。これ関空道の方にこのまま引き続き行きますと、泉佐野ジャンクションというのがございます。泉佐野ジャンクションからは阪和道、大阪方面行くと和歌山方面行くということができます。はい、出口出られますとリンクタウンというのがございます。こっちも真ん中車線走ってそのと左手の出口になるようです。はい、こちらが臨空ジャンクション、臨空ジャンクション阪神高速ここからと書いてますね。制限速度60キロ、先ほどまで80キロの道路でしたが一旦60キロまで下がります。そして泉佐野の料金所を越えてからでしょうか、80キロに戻るかと思います。阪神高速の4号湾岸線、そして5号湾岸線、どちらも湾岸線と名前の付く道路は80キロ だと思います。制限速度ね、左に今新しいホテルが、変なホテルという名前の変なホテルが組んできまして、まだ1年経ってないんじゃないでしょうか。阪神高速4号湾岸線大阪市内方面の行き、制限速度今のところ60キロ、料金所を超えますと80キロに変わるかと思います。泉佐野料金所ですね。泉佐野料金所の手前左側から登ってくるのが泉佐野南入口からの方に向かっております。下にかかってある赤い橋ですね、あそこまで25分ということで表示されてきました。はい、泉佐野ジャンクションでなかった料金所出ますと2車線に絞り込みます。ご注意ください。制限速度80キロということになりました。貝塚まで4キロ、岸和田南が6キロ、大阪まで41キロです。
ちょっとあの曇りのままやったらよかったんですけども、ちょっと雨、前半戦雨降ってしまいまして、あいにくの空模様でしたが、いかがだったでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。